日本関東地方東京都町田市薬師台薬師台は東京都町田市にある町名。現行行政地名は薬師台1丁目から3丁目。郵便番号は195-0073。春名坂遊補強から見た薬師台町田市の中央部に位置し、薬師地公園の東側の高台に広がる完成な小建て住宅地。町の東西には家内通りが走り、 南北には、薬師台通りが走る。東には、金井三丁目、南には、金井一丁目、西と北には、野津田町、金井町と接する。緑化協定に関する刑事薬師台一丁目に、残っている畑薬師台は、警官法第八条及び、町出し警官条例に基づく、警官計画により、鶴川地域の他の住宅地とともに、 玉丘陵の丘陵地で起伏に富んだ地域の特徴を活かし、尾根の緑に包まれた住宅地の景観づくりがテーマと定められている。東は、金井関山川島緑地と金井三丁目緑地。南は、薬師台ケヤキ公園と、薬師台カシノキ公園。西は、鎌倉街道沿いの尾根の緑地と町田立園と、薬師台埴輪公園と、薬師台トンガリ防止公園。北は、 薬師台一号緑地と山大塚公園など緑地と公園に囲まれ町の南北に緑歩道が走る。現在でも薬師台一丁目には畑が残っている。東京都の緑化協定第一号として認定された。緑化協定により各住宅地の道路に面している部分は池垣と定められている。建築協定により主に薬師台二丁目と三丁目では屋外に テレビアンテナの設置は不可。薬師台の宅地開発の前の遺跡調査により、川島谷遺跡群、金井石山遺跡群、長屋戸遺跡で、縄文時代平安時代のうち、穴、露穴、土工、住居、掘ったて柱建物などの遺跡が発掘された。特に、現在の薬師台一丁目で長屋戸遺跡から、早々期中頃の爪型分土器の小破片が出土し、復元された。 また、現在の薬師台二丁目と三丁目で、川島谷遺跡群から、平安時代を中心に合計40件以上の住居市が発掘された。飛鳥時代には、武蔵国が成立し、現在の薬師台を含む地域は、多摩群に属した。平安時代、室町時代前半は、小山田省に属した。戦国期には、北条氏の領地になり、 豊臣政権による小田原征伐の後は徳川家康の領地になり、江戸時代には江戸幕府の直轄地と旗本の地行地を繰り返した。現在の薬師台一丁目の大部分は金井村に属し、江戸時代から長谷堀という用水路があり、その周りには畑が広がっていた。北側と北東側は山林であった。 現在の薬師台二丁目と三丁目の大部分は、野津田村に属し、用水路があり、その周りには、田畑があった。他の部分は山林であった。薬師の部分をひらがな書きにした、薬師台は、主に薬師台二丁目と三丁目で、小田急グループが開発した、宅地、販売する分譲住宅などを研究するのに、用いられている。また、薬師台で、 主に小田急が開発した地域を薬師台と呼ぶこともある。過去には薬師台センターという小田急不動産の建物が薬師台三丁目に存在し、不動産の案内、販売を行っていた。現在薬師台センターは存在しないが、跡地付近にあるバス停には今でもこの薬師台センターの名前が使われている。2018年1月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小田急小田原線の町田駅と鶴川駅から神奈川中央交通のバスがある。町田駅から鶴川駅から町田リス園横の桜並木東京都道18号、府中町田線から東京都道3号世田谷町田線から神奈川県道。 東京都道57号相模原大倉町線から町田リス園商業病院動物園公園緑地ありがとうございます。